今日ね、いろいろな山菜取ろうと思って来たんだけども、これはね、タラの木なんだけれども、死んでるね、新芽が出てない。ほら、ボギッと折れたでしょ。これもう腐ってきてるね、中の方が。これは死んでる。で、これタラの木生きてるね。背高いからあれだけども、ほら、芽が生きてる。まだちっちゃいから取らないけれどもさ、もう2、3日すれば開いてくるだろうね。これタラの木。タラの芽。この辺だとタラポーとか言ったりする人もいるけども、もう少しだな。でこれにくっついてる、これほら、この花見えるかな。この花がね、アケビの花さ。これがアケビになるのよね。中に粒々の種がいっぱいあってさ、山形県が生産量一番だったかな。あそこは皮も食べるんだよね。ヒカキンがその皮を食べて動画やってさ、謝罪するとこまで行ったりしたけどもさ、そのアケビね、中身食べるんだけどもさ、皮も食べるとこもあるんだよね。で多分これ去年のアケビの殻だな。うん、枯れて残ってたやつだな。で今話しながら見つけたけども、お、あったあったあった、小さいけれどもタラの芽。ほらタラの芽、これも取るときさ、これ取っても、ちっちゃいから取ったら取んないでおくけども、取るときは2、3個は芽残してあげないと、次の年とか困っちゃうから、まあいっぱいあればタラの芽。去年小さいのは取んなかったから、あれだったけども、ほらここにもあるし、これは死んじゃってるな。なんで死ぬんだろう。まあ、この辺も、おいでて、大きくなってきて、ね、まあちっちゃいから取れば死んじゃうかもしれないから取らないけれどもさ、ほらここにもあるし、これもタラの木、これもタラの木だ、ね、これもタラの木だ。タラの木ばっかりだな。で違うやつあった。これがね、ハリギリってやつ。ハリギリね、ちょっと光の加減でこっち移動するか、ね、これがハリギリでさ、これも天ぷらとか和え物にして美味しく食べれるさ、やつなんだけども、タラの芽とハリギリとコシアブラと、あれウコギ科だったかな、ウルシの仲間なんだよね。なんだけども、これほらトゲがあるじゃん。コシアブラはトゲないんだけども、ハリギリと、なんだっけ、ハリギリとタラの芽、タラの木はトゲがある、わかりやすい。コシアブラはトゲがない。でコシアブラとウルシが、まあなんだ、トゲがないんだけども、まあ見りゃわかるって感じだけども、コシアブラここにないからね。まあでもハリギリもこの大きいところのね、取ってこの小さいのは残しておいてね、こういうちっちゃいのは光合成するように残しておくってことでね。でこれウコギ4兄弟って呼んでるやつの一つ、これがハリギリで、さっき取ってたやつがどこ行った、タラのタラタラあタラの木、これがタラの芽。うん、取りたいんだけども、芽が1個しかないから、この木が枯れてしまうから、そうすると、来年取れないから、取らないでおく。だから、ハリギリも、ね、芽いっぱいついてはいるんだけどもさ、くらいが。ね、いっぱいついてはいるんだけども、これ食べれるんだけども、取らないでおく。だって、もしかすれば来年ね、お世話になるかもしれないからさ。これがタラの芽、ね、もっとあったけれども、あれ以上取ると木の負担になると思うから、まあ、ここだけもらってきて、まあ、ありがとうねっていう感じなんだけれども、ね、あとは光合成するように今年の栄養として蓄えてほしいなと思って残してきました。これとりあえずタラの芽ね。お、あっちにもあるわ、あっちにもある。これもタラの芽だね。これ180センチあるから届くからさ、よいしょ。あー、取んないでおくか。取りたいけどね、取らないでおこうね。今ね、この脇に伸びてたこれがね、針切りだから、ね、トゲもあるし、芽も特徴もあってるんだけども、こうやっていったらさ、太いんだよ。ほらほら、太いでしょ。こう大きくなるんだね、ハリギリってさ。
5メートル6メートルあるな。うん。わー、取りてえな。あー、そこのいっぱいでっけえのある。取りたいけど届かねえ、絶対。まあ、高い台切りバサミでも持ってくればいいんだろうけども、まあ、いいや。競争に負けた。うん。くっそー。取りたかったなー。はい、みんな。今取ってきた木の芽たち、ウコギじゃねえ、ウコギ科のハリギリとタラの芽、ね、こういう感じです。これがタラの芽で、あ、タラの芽こっちよ、でハリギリがこっちっていう感じです。でちょっと日に当てとくと良くないんで袋に戻すけどもね。それでね、これがハリギリで、これがタラの芽になりますね。どっちも美味しいよ。俺としてはね、どっちもっていうか、まあ、天ぷらはやっぱこっちの方が美味しいかな、タラの芽の方が。ハリギリはどっちかっつうと、軽く茹でて、なんだ、酢味噌和えとか、まあ、天ぷらにしても美味しいんだけども、美味しいです。まあ、こっちも酢味噌和えにしてもいいんだけども、俺はどっちかっつうと、やっぱ天ぷらはこれかな、王道って感じで。で、こっちは酢味噌和えにする感じでやってます。で、本当にこっちさ、この、ガクあるじゃん。これも食えるから、まあ、取ってもいいんだけどね、取って投げてもらって、それで食べてもいいんだけれども、まあ、美味しいです。ハリギリ。この2つね。今回はこれ2つ取ってみたんで、まあ、大体特徴としてはね、どっちもさ、この額がね、やたらでかいのがハリギリで、で、トゲもやたら凶悪なのよ、ハリギリって。だからすごくわかりやすい。一回、まあ、図鑑とかスマホとかで画像を保存しながら山の中歩いて見てもらえればいいんだけどもさ、これがハリギリ。俺これ結構好き。で、結構ね、みんな穴場なのか意外とみんな知らないの。タラの芽はみんな知ってるから、あまり説明不要なんだけども、どこでもどんどん取られるね。俺の借りてる畑に植えてあるものもね、勝手に取っていく人いるぐらい、泥棒がいるぐらいメジャーなタラの芽なんだけども、こっちのハリギリはみんな知らないからか知らないけど、自分取る人少ないね。だから穴場で俺は取り放題って感じで、こっち取らせてもらってるんだけれどもさ。だからこういうね、木の芽、春になったら食べるとやっぱ美味しいから、ぜひね、山行って、探してみてほしいなと思います。ハリギリは若干ね、暗いところ、森の奥、そんなに奥じゃないんだけども、にある感じ。で、これは日の当たるところに結構生えるかな。道路端だったり、日当たりのいいとこ好むっていう感じ。で、それよりも奥にあるのがハリギリって感じかな。コシアブラもそんな感じかな。最初このハリギリのね、コシアブラだと思ってたんだけども、調べたら違うものだったんだと。で、ウコギかってことで、ハリギリもコシアブラもタラの芽もウルシも仲間なんだけれども、違う植物だったと。コシアブラに似てるんだけども、ちょっと違うやつがハリギリ。この茎がね、青いやつだったかな、ハリギリで、赤いのがコシアブラみたいなさ、ね、写真で見て、これ赤くねえなと思って、おかしいなと思ったら、ハリギリだったっていう感じで、意外とね、このハリギリを、コシアブラとして売ってる人もいるんで、間違っててね、意外とマイナーな山菜なんで、それでも美味しいんで、一緒に探してみてね、結構近くに生えてたりするから、これ見つけたら近くにあるんじゃないかなって探してみてもらえれば。ハリギリはライバル少ないから、ほんとあちこちいっぱいあるんで、おすすめなんで、食べてみてほしいなと思います。今ね、動画を撮り終わった後に、ちょっと見てきたんだけども、これ、コシアブラです。で、ウドじゃねえや、なんだっけ、タラの芽に、ハリギリ、ね。で、タラの芽は、まあ、またね、見た目が全然違うからいいんだけれども、このハリギリとコシアブラの違いさ、ほら、近くで見てもらえば分かると思うんだけども、ハリギリはね、茎が緑なのさ。で、コシアブラが赤いっつうか茶色っていうかね、そういう感じで細いのさ。で、力強いのがハリギリで、コシアブラはこう上品な感じ。この山菜の、なんだっけ、女王だっけ、なんかいう異名もあるぐらいさ、人気の山菜なんで、ハリギリ。まあ、俺はどっちかって言えば、まあ、これ、うん、もうどっちも美味しいけどもさ、タラの芽の方がワイルドな味っていう感じの。で、この2つ上品な味なんだけど、まあ、こっちさらに上品かな。で、こっちはやっぱマイナーなやつだから、これからの山菜かなってね、思うけれども、まあ、コシアブラ、見た目こんな感じで、茶色い感じで、葉っぱがね、なんて言えばいいんだ、もみじっつうか、カエデっつうか、こういう形していて、ハリギリはね、こういう感じで、緑色でっていう違いがあるよっていうことで、改めてね、動画追加で、
入れさせてもらいました。まあこれがウコギ三兄弟、漆は食べられないから一応抜いて三兄弟って感じでね、タラの芽、ハリギリ、コシ油っていう感じで、春の山菜、天ぷらにしてもいいし、あえ物にしてもいいし、なんかウコギ飯だかっていうものもさっきね検索したら出てきたんで、なんだろうと思うけども、そういうふうにいろんな食べ方あるんで、春はこういうね新芽の季節でもあるから今しか食べられないからって言っても、青森が今だって言ったら南の方はもう終わってるのか、年だね。まあ終わってるところの人は来年取ってみてほしいなと思います。みんな、俺は大体山菜、春の山菜は天ぷらにして食べるか、これらは和え物にして食べたり、茹でて和え物ね、酢味噌和えとかにして食べます。美味しいんでね、ぜひ、ね、見かけたら食べてみてください。取りすぎないようにね、株を守りながら長年付き合えるようにやっていければいいなと思います。美味しいんで食べてみてください。